珍しく気弱になっていたんです。シーズンで最も活躍した選手に贈られる最優秀選手賞。2023年も前人未到の活躍を見せつけ、ファンから圧倒的な支持を受けている大谷翔平選手ですが、自信がないのか、なぜか弱気になっていると水原通訳が述べたことにファンからは様々な意見が上がっています。2年連続で2桁本塁打、2桁勝利、そしてアジア人初の本塁打王という偉業を達成した大谷選手、 MVP に最も近い選手として名前が上がっているのに、一体なぜ本人は弱気になっているのでしょうか。そこにはチームではなく、あくまでも自分の不甲斐なさを責める大谷選手の姿がありました。2年ぶりに最優秀選手賞を受賞することは確実。第5回の WBC で日本を優勝へ導き、大会最優秀選手にも輝いた余韻もつかの間、優勝から9日後に迎えた3月31日のメジャー開幕戦、大谷選手は史上初となる2年連続二刀流としてマウンドに立っていました。この日はアスレチックスを相手に6回を投げて10奪三振無失点の好投、エンゼルスのエースであり主軸打者として改めてその存在感の大きさを知らしめました。前半の活躍からアメリカンリーグのオールスターゲーム投票で最多得票となり、3年連続3度目となるオールスターゲーム選出、さらにアメリカンリーグ指名打者部門に続き選手間投票で先発投手としてもオールスターゲームに選出されるなど、相変わらずの人気ぶり。こうした勢いのまま、今シーズンこそは何としてでもポストシーズンへ進出し、ワールドチャンピオンを目指すと意気込んでいた大谷選手ですが、チームの主力が次々に怪我で戦線離脱、結果としてはポストシーズン進出を逃してしまいます。そんな中でも大谷選手は二刀流としてチームを牽引、打っては打率3割4厘、44本塁打、95打点、投げては10勝を挙げ、防御率は 3.14、167奪三振。他にもメジャーリーグ史上初となる2年連続の2桁勝利、2桁本塁打を達成。ちなみに最優秀選手賞を初めて受賞した2021年の大谷選手は、打率2割5分7厘、46本塁打、100打点。本塁打はリーグ3位、打点はリーグ13位。投げては9勝2敗、防御率 3.18、156奪三振という成績でした。2021年シーズンと比べてもこれだけ素晴らしい成績を残しているからこそ、大谷選手が今季2年ぶりに最優秀選手賞を受賞することが確実視されるのも当然だと言えます。しかしここまで偉大な成績を残したにもかかわらず、水原通訳は大谷選手が弱音を吐いていることを証言しているんです。その真意はどこにあるのでしょうか。誰よりも謙虚な大谷選手。大谷選手の良きパートナーとして知られる水原通訳、専属通訳としてだけではなく、オフの間は一緒に買い物に出かけたり、家では共にゲームをして過ごす間柄です。また怪我などで心が病んでしまった時には常にそばで寄り添うなど、メンタルヘルス的な役割を担うことも、お互いに家族のような存在と表現するほど固い絆で結ばれているようです。そんな水原通訳は NHK のニュースウォッチ9に出演した際に、大谷選手の凄さについて次のように語っています。謙虚ですよね。これだけ注目されてスターじゃないですか。でもそういう素振りは絶対に見せない。触れ合ったらただの28歳の青年。さらにこんなエピソードを披露しています。試合中に MVP コールが起きると、いや無理でしょ、絶対無理だと常に言ってましたね。大谷選手は最優秀選手賞の話になると途端に弱気になるというのです。それでも水原通訳は、本気で言ってるの？と聞いて、それでも翔平は本気と言うから、このままの成績でシーズンが終わったら、ほぼ間違いなく取れるよ。あまり悲観的になるのは良くないんじゃないかな。という会話をしていました、と語り、翔平はすごく謙虚だなと、この時改めて思いましたね、と、うなずきながら述べています。シーズン終盤には勝負を避けられるシーンが目立ち、満足にバットすら振らせてもらえない状況についても、全然勝負してくれないねという話はよくしてました。だからといって本人が機嫌が悪いとかピリピリしている様子は全然なかった、と。タイトル争いをしている選手なら誰でもイライラしそうな時期でも、大谷選手は全く意に介さず、まるで他人事のように興味を見せず平然としているというのです。一体なぜ大谷選手が最優秀選手賞に興味を示さないのか、疑問に思うファンもいるかもしれません。これについては
水原通訳が最後に語った言葉からそのヒントが浮かび上がります。個人成績よりワールドシリーズで優勝できて、ちゃんとそのシーズンに本人が納得できるくらい貢献してたら満足すると思うんですけど、改善できる余地はたくさんあったので、さらに良くなることを期待してますし、それを見るのも楽しみです。つまり大谷選手は個人では好成績を収めても、チームとしてはワールドシリーズで優勝していない、それどころかポストシーズンにすら進出していないため、自らは最優秀選手にふさわしくないと考えているというのです。振り返ってみると、2021年のシーズンでもアメリカンリーグで最優秀選手賞を手にした大谷選手、この年日本政府から国民栄誉賞も打診されていますが、大谷選手はこれを辞退、まだ早いので今回は辞退させていただきたいと、やり残したことがあるからまだ受け取れないという、そんな強い思いがにじみ出ていました。しかし2023年は多くの主力選手が離脱する中、二刀流として抜群の活躍を見せ、史上初の2年連続2桁勝利2桁本塁打を記録するなど、最優秀選手賞筆頭であることに変わりはありません。ではそんな大谷選手と MVP を争うのはどのような選手なのでしょうか。終盤に猛烈な勢いで調子を上げてきたライバル、今季のアメリカンリーグ最優秀選手賞については米メディアのオッズ予想も相まってファンの間でも話題になっています。一番最優秀選手に近い人物として大谷選手が紹介されており、オッズは 1.05 倍、メジャーリーグ史上初の10勝40本塁打を達成して歴史に名を残したものの、シーズン終盤に右肘の靭帯を損傷、さらに打撃練習中に右脇腹を痛めたことでシーズン終了を待たずに欠場、エンゼルスも8月以降に大失速し9年連続でプレーオフ進出を逃していますが、それでも最優秀選手賞を手にするのを大谷選手と確信する声は多いようです。その次に期待が高まっているのがレンジャーズに所属するコーリー・シーガー選手。シーガー選手は今季打率3割2分7厘33本塁打96打点とアベレージヒッターながら攻守のレベルが高く、これまでオールスター選出2回シルバースラッガー賞2回の実績を持ちます。米ニューヨークポスト紙の敏腕記者であるジョン・ヘイマン氏は次のように語っています。シーガーはとてつもない活躍をしていると思います。いい遊撃手ですし、おそらくリーグで一番の選手、敵軍は彼のことを恐れています。それでもシーガーの所属するチームはプレーオフに進出するでしょう。それでも満票ではないでしょう、大谷だと思いますと、最優秀選手は大谷選手だと予想しています。その理由については、投手としてもリーグで上位に入る選手、そして未だにリーグトップの OPS 長打率本塁打をマークしていますと説明しています。懸念材料としては、シーガー選手は終盤に猛烈な勢いで調子を上げてきたため印象に残りやすいこと、それでもヘイマン氏は次のように語り、その懸念材料を一蹴します。最後の30試合を欠場しようが、歴史的なシーズンなことには変わりません。ピッチャーとしてはリーグトップ5か6に入り、打者としてもトップ2に入る活躍です。歴史的なシーズンというには十分な数字でしょう。有力メディアやファンからこのように期待される大谷選手ですが、2年連続の MVP 獲得を誰よりも期待しているのは間違いなく水原通訳でしょう。二人三脚で様々な困難を乗り越えてきた大谷選手の2度目の最優秀選手賞受賞は目前ですが、水原通訳の存在はやはり大きいと言えます。たとえ弱気になっても、水原通訳が精神安定剤的な役割になっているとも。7月11日のオールスター戦前には、大谷選手はメッツの千賀投手と初めて顔を合わせ、笑顔で握手を交わすシーンがエンゼルスの公式ツイッターで投稿されています。その際、大谷選手が握手を交わした後に、水原通訳が、はじめまして、と挨拶すると、千賀投手から、初めてじゃないですよ、と突っ込まれ、大谷選手から、やばー。あははといたずらっぽく苦笑いされるシーンがありました。これにはファンもすぐに反応し、こういうの見れるのが一番楽しい、大谷さんのやばあははが聞けたので今日はいい日になりそうなどの声が殺到しました。また6月28日のホワイトソックス戦では、初回の第1打席で真ん中のストレートを完璧に捉え、ライトスタンドへ本塁打を放った大谷選手に代わり、兜をかぶって本塁打セレブレーションを行って大爆笑を誘った水原通訳。
これにはファンからも一平さん最高、一平さんが打ったのかもしれません、など多くの声が寄せられ、一平さんがトレンド入りしています。また8月に右肘靭帯を損傷した際には、水原通訳が大谷選手に寄り添い、手術の決断についても相談相手になっていたことをインタビューで明かしています。水原通訳との二人三脚で様々な困難を乗り越え、最優秀選手にふさわしい活躍をしてきた大谷選手。皆さんは大谷選手が今季最優秀選手賞を手にすると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。